秋のペア形成期にだけ見られる鳴きウサギのオスとメスの鳴き交わしです。近くにいるメスが先に単音鳴きで、オスに連続鳴きをするように誘います。すると、オスは誘いに応じて連続鳴きをします。この時にメスは、オスが連続鳴きをする前と連続鳴きの最中に掛け声のような鳴き方をします。背中を丸めて肛門に口を当て、盲腸糞を食べている鳴きウサギです。これを食糞行動と言います。岩の上に盲腸糞を排泄する鳴きウサギです。乾かすためです。乾いた盲腸糞を食べている鳴きウサギです。雨水が浸透して液状になった盲腸糞を舐めている鳴きウサギです。岩に顎をこすりつけながら、匂い液を付着させる鳴きウサギです。これを縄張り表示と言います。